レースのローブデコルテに菊門をあしらったティアラをお召しになった雅子さま。6月25日、チャールズ国王夫妻が主催した晩餐会に天皇陛下とお出かけになった。この日はホースガーズで歓迎式典に臨まれ、豪華な馬車列でバッキンガム宮殿までパレードをされた。晩餐会のドレスコードは最も格式高い、ホワイトタイだったが、雅子さまが選ばれた宝飾は、 ダイヤの首飾りと耳飾り、そして明治以降の皇后に受け継がれてきた第二ティアラであった。雅子さまが第二ティアラをお召しになるのは今回が初めて。晩餐会ではダイヤのように輝く笑顔をお見せになっていた。